ピクミン4やってこう続き、今回は始まりの抜け道っていうダンジョンだね。最初のダンジョンにやってまいりましたね。でレスキュー隊のメンバーを探していくところから、はい、シェパード号に向かうところからですね、やっていきましょう。前回このコリーパイセンをね、見つけ出したんですけれども、早速この抜け道、行き止まりみたいですね。見たらわかるなじゃなくて、他を立ってみましょうか。この洞窟のどっかに他のねメンバーがいるらしいんで、まずそれをね探していきたい。この調子ならなんか結構人数いたけど、うちのあいるわ怯えてるわ。なんかカタツムリみたいな、ナメクジみたいなやつに対して怯えてるわ、メンバーが。うちのメンバーが、これも先輩か。ずいぶん情けねえ姿してるな。あら誰、隊長器ないやろこいつ、隊長の。え、あの方が我々レスキュー隊の隊長です。あいつが、まあ、確かにバンダナ巻いてるしな。なんか気合だけはあるけど、実は勇気なくて空回りしちゃうみたいな、そういう隊長なのかな。ああ早、はい、シェパードっていうのね。あ、シェパード号の船長じゃん、まんま、本当にそのままだ。紹介は後でいいから早くなんとかしてくれ。なんとかっつったって、そんななんか無害そうですよ、そのなんかね、カエルみたいなナメクジみたいなやつら原生生物、囲まれてるけど、なんかそういう何、祭壇に祭り上げられてるみたいなね、建て祭られてるみたいな感じだけどなんかコリーが言いかけてたけど、あのシェパードとかいうやつが、なんだ、なんて言うんだろう、代々血統的にいい血統のレスキュー隊の血を受け継ぐスーパー隊長ってことには見えないけどな。一旦これ突進する、なんとなく GO! これ突進、あ、なんもなかったわ、集合。ここになんかピクミンがいて戦えるわけじゃなかったんだ。あ、これ何、ピクミンじゃなくてもオッチンで戦えるの、やれんの、オッチン。あ、やれんだ、強スーパーすぎる。あ、特になんか回収できるわけでもないのか。オッチンが最強すぎないか、このゲームなあ。前回から何の仕事も手伝わんしさ、主人公とこのコリーとかいうパイセンも。これで一安心かな。隊長、原生生物はつけましたよ、そっから降りられますか。シェパロ隊長、何やってんすかあ、そっちか、捕まりっぱなしで腕がしびれてるのだ、そっちか。別に怖いとかじゃなくて、今から降りる、早く降りてこいよお前。おおおおおおお、上手、お上手頑張れ最後までなあ、握力持たさんかい最後まで。大丈夫かコリー、急に体調ずらしてるこいつ、急に、マジでこいつガタイ小せえな。でなんか結構顔がきついなうん、目力だけはある、隊長。そうですよ、それはこっちのセリフですよ、無事で何よりですけど。隊長何してんすか。いや、新人研修以来だな、レスキュー隊隊長のシェパードだ。隊長見損ないましたよ隊長。フラメンコよ、君がオッチンを操って、あの生き物を。そうっすよ、オッチンは私の言うことしか聞かないはずなのだがあれ、やっぱり代々伝統的な家系を受け継ぐ、血を受け継ぐものしかこのオッチンは刺激できないのか。ってことはこの俺こと主人公もなんかどっかで血繋がってるんじゃないの、シェパードと。はあ、新人研修が早速役に立ったようだな。研修中から君にはドッグトレーナーとして見込みがあると思っていたのだ。何、ドッグトレーナー、やっぱりドッグ系なんだオッチンたちって。シェパード、レスキュー隊隊長、出身生は鍵屋製、代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目。なんかお前惜しいな、いろいろとお前いろいろと惜しいな、なんかもったいない感じするな。99代目逆にいいか、逆にゾロ目でかっこいいかもしれない。幼少期に山で遭難、救助犬に助けられた過去を持つ、ダサ隊長。ダセーっすよ隊長。その影響か、レスキュー犬保存会の会員でもある。ああ、愛犬家ではあるのか、素晴らしい。見直したわ急に、もう最後の一文だけで見直したわ。もうね、やっぱね、ワンちゃんも可愛い、犬可愛い、犬は慣れたい、今すぐに。コリー、隊長のシェパードと合流しました。隊長がいればなんとかなるかもしれません。少し希望が見えてきた気がします。あと4人だもんな、隊長とコリーさえいればなんか別に別にいいんじゃね、レスキュー隊この2人いれば。なんとなくトップと実際問題、こう危機を全部何制御してブレーン的なコリーがいればなんとかなるんじゃないか。他の4人別にいらないんじゃないか。シェパード、地上で怪しげな穴を発見してな、覗き込んでいたら落ちてしまったのだ。それあるじゃん、まさしくじゃあ
シェパード号の横にあった道につながるってことかな。出口はないかと暗い洞窟をさまよっていたら、ぬるっとした生き物に遭遇して、やっぱりぬるっとしてんだあいつら。別に無害だったけどなあいつら。ちょっと待ってください、それってシェパード号の近くにあった穴では、やっぱりね、やっぱりあの穴の近くなんだ。そう、僕たちその穴を目指してこの洞窟に入ってきたんです。そうなんすよ、そこにねシェパード号にさえたどり着ければどうにかなるかなって思ってるんですけど、みんなでシェパード号に戻るとしよう。いいね、お前シェパードアイコピーどうした急に、俺も言うのかそれ。あー悩んでる、悩んでるな悩んでる。なんだこれ、別に新人研修というか軍隊全体でこういうことやってるわけじゃないのか。何シェパード隊の特別なやつ。アイコピーは了解っていう意味です。まあコピーとかね、ラジャーとかって言うような、結構アイエイサーみたいなね、そんな感じでしょ。一緒に行ってみましょうか。アイコピー、アイコピー、どうしよう、反逆しようか、反逆しようか。いやまあここでは一旦あの従順に振る舞っといて、後であの反旗翻そう振り返す、反旗を翻すつもりでいるこの隊長に。素晴らしい返事だ、騙されてやんの俺に。これからの任務はレスキュー隊のバイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。了解。クソデカタブレットに入ってるってわけね、レスキューの心得。インストール中、あ、そうかそうかそうか、そういえばアプリ全然入ってなかったんだったな。レスキュー心得1、これは歴代の隊長たちが残した心得である。歴代の隊長たち、すげえ。そうか、シェパード99代目だもんな。じゃあそれまでの98代隊長の知恵と思いが詰まってんだ。エルマシェパード、現隊長エルマシェパードね。これなんか触れたりしないな。うん、触れんかったわ別に。戻るか。必要に応じてタブレットに共有するのでレスキュー活動に生かしてほしい。あーなるほどね、共有してくれんだ、チームス的な感じ現代で言う。おっちんは君に懐いているようだから君たちはバディとして認めよう。ありがとうございますシェパードさん。シェパードさんも言うてワンちゃん好きなんで、もううん、その人の良さっていうところは信頼してますよシェパードさん。隊長、救助犬を扱うトレーナーとしての能力見させてもらうぞ。了解です、任せてくださいよ。おっちんの扱いに長けてんだから俺は。隊長、隊長、落ちてきた場所のこと覚えてますか。確かに大事だそれマジで。隊長、上の方から光、ああ見えたわ、あそこだわ完全に。ってことはまあ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 、はい、ぐるっと回っていくんですね。隊長らしくないなこいつ引率せえよ隊長なら。集合、うん、笛には反応しないこいつら。なんで新米レスキュー隊員の俺が先導してるわけ。普通こういうところってあの上長が前に行くのでは。隊長、隊長、ダメだ、目があっても聞かないふりしてる。よしよしよし、ここからじゃあ戻れるのかな。結構高いなここ。ほんであそこだ、私はあの穴から落ちたのだ。よく無事だったのこいつ同じこと言ってるそうだよな、よく無事だったのこいつ。うん、そうなんだよ。どうやって登ればいいんだろうか。なんかギミックでもあんのか。なんかとりあえずおっちに何か頼めばどうにかなるんじゃないの。光の下に何かありますねって言っても何これ、あ、なんかみかんの輪切りした後みたいな感じ。調べる。あーなるほどね、風で上がるタイプかどっちなんだろう。こいつら主人公が小さくてめっちゃ軽いっていうイメージでいればいいのか、それともこの世界が全体的にいろんなものがでかくて今の風とかもすごい巨大兵器っていうニュアンスでいればいいのか、わからねえ今のところまだ。上がってきたね、ナイス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 。みんな上手じゃない、急に吹き上げられてきて。何、え、コリーもどうした、そんな落ち込んで2人とも。初めてそうだねごめん隊長ごめん、初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな、ごめんね隊長。まあまあそうなんすよ。あ、ほらコリーは前向きだ、さすがだ、さすが俺たちのブレーン、おかげで脱出できましたよ。そうっすよ、これでようやく行けるってわけ。何その旗、必要ですかねそれ。レスキューフラッグ立てました。何それ、洞窟内の救助活動を報告します。あ、なるほどね、リザルト画面的な感じ、ダンジョンの。
遭難中の要救助者1名を救助隊長ね、隊長のことです。それは分かった、この洞窟は調査完了とする。すごい完璧にちゃんとそういうなんだろう、隊として軍隊としてやってるね。取れてるわ、統率が。まあ統率が取れてるってことは上がいいっていうことだから、もしかしてこのシェパロ隊長っていうやつはことそういう隊長の隊のマネジメントにおいては素晴らしいのかもしれない。今回の件で人を助ける厳しさや難しさを、君たちも肌で感じることができたと思う。あ、フラメンコオッチン、初めての救助活動ながらよくやった、ありがとうございますそうですよ、そう、助けられたのは隊長なんですよ、忘れてないかこいつ。ところでコリエ、しばらく見ない間に大きくなったか。え、そうなコリエ。ああ、そうだよね。まあ、画体的には俺と同じぐらいのね、肉厚な感じではあるけどね、コリー。それもそうだな。メシアとかどうしてんのこいつら。さあ、我らがシェパード号は目の前だ。シェパード号に備蓄があんのかな、もしかして。はいはいはい。いや、上陸マジで上手じゃない、隊長。不時着した割には。うん。これ別に特に周りに何か、なんかこういう花触ったらこう、なんか起きるみたいなことがあるわけでもない。花が咲くぜみたいな、ないね。集合行くか。じゃあ広い空間だな、ここは。なんかここがマザーベースというかホーム拠点になるのかなと思ったけど、なんか違いそうだなあれ、シェパード号から煙出てるな。もしかして墜落したのって本当にちょっと前なん、マジで。コリーが中身を確認しに行ったら大丈夫か。おお、大丈夫だ、よかった。爆発船で状況を報告します。お願いするぜコリエ。船内を探索したところ、エンジンがオーバーヒートしていて、宇宙危な、宇宙船は爆発寸前のところでした。危なかったぜコリエ、助かったな。なんだと、大丈夫なのか。そうだよ、大丈夫じゃないでしょ、てか大丈夫なんだ、偉すぎるコリーが。はい、緊急停止したのでもう大丈夫です。エンジンの破損もありません。あ、破損もないの、なんか部品探しとかしなくていいんだ、最強じゃんこの男。ああ、ただこのトラブルのせいで船のエネルギータンクが空っぽでして、エネルギーを集めることがあるのか。うん、なんてことだ。オリマー氏を捜索するどころか、この星から出ることもできないではないか。そうですよね。まあ、じゃあ落ち込む前にエネルギー探しでも行きますかね。いや、ちょっと待ってください、キャプテンオリマーの公開日誌に何かヒントがあった。あった、これを見てもらってもいいですか。何、どっかの何人かがエネルギーになりますみたいな、そういう感じか。お、公開日誌もインストールしていく。オリマーの公開日誌が共有された。お宝、この星で見かけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギーが含まれていることが分かったマジかそんなざっくりとしたエネルギーがあっていいの。はあ、なるほどね。オリマー自身は求めているものはこれじゃない、なくしたドルフィン号のパーツなんだって言ってるけど、ここから想像するに、キラキラを探せばそのエネルギーが手に入ると。 あやべ、先に行っちゃったかもしれない、氷の大事なところを。まあそうだね、やっぱりそういうことだね。この星のキラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。ですね、完全にそうだ。それでシェパード号を再起動できれば、まさにお宝と言いますよ。うわ、うまいこと言ってるわこいつ。座布団あげよう。こいつらのなんだ世界って座布団あんのかなどうしよう、ないんじゃない、なんか洋風だしな、パッと見畳とかいう概念ないんじゃないかこいつら。まあでもそれを信じて突き進むしかないんですよね、実際のところ。よし、早速キラキラしたものを探していこう、新たなミッションだ。オッケー、じゃあシェパード号にたどり着いたんで、はいコピー、はいコピー、はいコピー。エネルギー確保していく。キラキラしたもの 300? それ1キラキラ1エネルギーじゃないよな、さすがに。なんか4倍濃縮みたいな感じにならないならない、いや、なるはず、さすがに。1お宝、1キラキラで20エネルギーぐらいになってほしい、頼むから。ビーグル号を使ってお宝を回収していこうと。じゃあビーグル号まで戻れってこと。無茶言いやがる、なんで置いてきたんてか、あれな、あついてくるようなことできないのかあれ。え、カプチ、え、ああ、呼べるんだあれ、なんだよかった。ドローン的な感じか、自動追尾型の。
ん？あれは何だろう？なんだ？なんか見つけたか？ん？おお、なんか、なんかサークルがあんな、これ。あ、光った。これ何これ。よっぽどこっちの方がなんかエネルギー含んでそうじゃない？ねえ。未知のエネルギー入ってそうじゃない？これ。これ目印になりそうですよ。確かに。何かよくわかりませんが。わからんね。全然。何かは。拠点としてちょうどいいじゃないか。やっぱりこの広い空間が拠点になるんだな。うん。じゃあここ使ってこう。来た。賢いねー。ビーグル号。配置完了しました。はい、コピー。別に命令じゃねえか。整ったね、準備。じゃあお宝探していくか。これ何？ 3 点に分かれていく？みんなで。キラキラしたものあるかな？あるね。目の前に、早速。R で周囲を見渡すとしよう。あるよ、目の前に、早速これ。何これ？フォークだ！麺！バリバリフォークなんだけど。しかもちょっと可愛いぞ。なあ。おしゃれなカフェに。おしゃれなカフェテリアにあるやつじゃん、これ。間違いね、でか。でか、お宝。待って。逆だな、やっぱり。こいつらがちっちゃいな、さては。確か高いエネルギー反応があればタブレットで確認できたはず。了解？プラスボタンでレーダーマップを開いてみてください。レーダーマップ？レーダーボタン？ごめん、ちょっといろいろ混在してるわ。おお、レーダーマップね。キラキラエネルギーを確認。中央の星がお宝です。まさしく。レーダーマップに映るのね。じゃあもうお宝探し簡単だな。この日本タイプのフォークね。もうあれじゃん。絶対に甘味しか食べんじゃん、これ。甘いデザート食べるとき用じゃん。いやー、横にこう、同じ柄のカップとか用意して紅茶でも飲みてえな。よし、オッチン、やれ！やれ、オッチン！おめえがやるんだ。俺たち見てるからよ。オッチン。オッチン、おめえがやるんだ。ナイス！おー、すげえ。すげえ、オッチン、そういうこともできる。すごー。俺ら、いるくない、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 いります？僕たち。ねえ、僕たちいりますかね、これ。オッチンだけでよくないですかね、僕たち。本当に。ありがとう、オッチン。オッチン、ありがとう。これがお宝か。こんな大きいものが回収できるのか？いや、本当だよな。回収時に物体を小さくする光を当てるので問題ありません。すご。なんだっけ？スモールライトってこと？シンプルに。早速ビーグル号で調べてみます。本当にエネルギーを含んでいればいいのですが。そうですね。もうすご。ビーグル号って何？そんな操作することもできるのか？うわ、これ緊張の瞬間。おお、 よかった。よかった。思ったよりあった。よかった。50倍濃縮だった。助かった。水50倍分で濃縮できるタイプの梅雨だった。こんな感じでエネルギーをあと250ほど集めればシェパード号を再起動できるかもしれません。まあ多分物体によって違うんだろうな、含有エネルギー量は。フォークぐらいのサイズだったら50ってことだよね。はあ、どうだろうな。なんか、カンカンとかだったら、100ぐらいあったりするのかな？質量的に。で、シェパード号は廃屋専用？廃屋とかいう概念あるんだ。まあ、エネルギーをだから蒸留して、上積みだけ取っていけばいいんじゃないの？ああ、乗り心地悪くなるかもですが、キラキラエネルギーだけでも動くと思います。素晴らしいな。まあ、コリーが言うことは信頼できるからな。もっと量が必要ですね。まあ、あと6倍でしょ？ 300 まで。集めればいいんでしょ？任しておきなさいよ、この新人フラメンコ君に。新人フラメンコ君じゃないね。新人レスキュー隊のフラメンコ君にね、任しておきなさいよ。で？え？君たちはどうすんの？ついてくるだけか、もしかして。なあ、別れね？もうちょっと。別れて移動しね？なんか、この世界、完全な自然ではないな、どう見ても。花壇あるしな。何かしらの、人為的な、力は入ってると思う、正直。で、あの上になんかあるけど、ああ、そっちか、そっち行ってた。この花はなんだ？なんかトマトに目玉焼きが生えましたみたいな、ルックスしてるけど。なんだこれは？お宝じゃないね。まあ、キラキラではない、正直。まあ、一旦、オッチン、おめえだ。おめえがいれば何でもできるんだ。オッチンが掘る、掘る、掘る、掘る。オッチンしか勝たん、もう。いいぞ、オッチン。それ、じゃあ、あれ？ビーグル号にまで持っていくわけ？そうだ、運んでくれ、そのまま。
ちょっと手伝えないのこれ。これ一緒に押すみたいなことできないの。逆か。邪魔なんかな逆に押したら。お、てかこれあれじゃない、ユニオンじゃなくて、オニオンじゃなくて、ねえ、オリマーが、オリマーが、そう、最初のチュートリアルでもいたくね？だよね。おお、来た来た来た。ここで出会えるのか、ピクミンたちにも。動いたぞ。お宝じゃないのか。まあ、じゃないね。なんでしょう、植物のにも見えますけど。まあ、実際気持ち悪いよね、正直。ね、植物のようなルックスで、自ら動いて、で、なんか謎の生物も排出してくる。結構怖くない？こいつ。結構怖いよ。うん。なんか気づかん間になんか、ね、占領とかされそうだもんな、こいつらに。もしかしてこれがキャプテンオリマーの公開認識にか、認識じゃない、日誌に書いてあったオニオンっていうものでは？やっぱりそうか。これがオニオンか。うん。まあ、オニオン、なんでオニオンなん？トマトンの方が良くない？なんかルックス的には。ね、トマトンじゃない？どちらかというとこれ。あの目は？まあ、動いてるよね。いよいよあれか。お、出た出た。そうそう、抜くもんだよな。確かにピクミンって。よっ、来たー。なんか言語はあんだ。赤ピクミン。やっと出会えたな。おお、大集合。まずこれが初めましてってこと？あ、レスキュー隊員たちも見たことはないのか、実際のところ。出会ったことがあるのはオリマーだけってことか。隊長、ビビってんじゃねえよ、隊長。なあ。あいつ本当に隊長かよ。もしかしてこれがピクミンだろうね。オリマーさんの公開日誌によると、友好的な生き物らしいですが、まあ、友好だろうね、多分。だとしたら、お宝の探索に協力してもらえるかもしれんな。うん。だね。おっちんが。おっちんなんかやめてくれない？その、目の細ばせかさ。え？細ばせ方。やめてほしい。なんかすごい、急になんか人間感が出る、その目をしたら。もっと丸い、こう、キョロキョロした、可愛いらしい目であってほしい、おっちんには。あ、やっぱ言語喋ってるな、こいつ。襲われてる。オッチンが襲われてる。かわいい。かわいいぞ。オッチンかわいい。そうだよ、隊長。隠れてんじゃねえぞ。お、これで？共有された、日誌が公開された。L や R ってピクミンを選んで、はいはいはい。あ、はいはいはい。命令対象を変えられるってわけね、これ。うん、変えられるってことだ。で？はあ、じゃあピクミンにしとく一旦。ピクミンもなんか歩いてくんのねこれ。なんかどんどんいいね。なんか大所帯、大所帯になってて楽しいかもしれない。なんかあれだよな、さっきまでそう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 、閉じてた花が開いてんのよ。これ投げてどうすんだ。殴ってる。何これ、これ回収、あ、できんだ。回収して、何それ、キャップ、花からキャップ生まれたんだけど。何これ、ええ、あ、えオニオンの餌ってこと、え、怖っ、え、怖い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 、この物体何こいつ、え、また目が生えたけど、さっきの赤い目はペレットというもので、オニオンに与えるとピクミンが増やせるようです。はぁ、怖っ、何が詰まってるん、あのペレットには。恐ろしいって。君たちは、どっちなんだ、植物的な感じなの、生態的には。どうなんだろう、マジで。マジで何なんだろう。ちゃんとエネルギーどっから得てんだろうな、こいつら。まあいいや。じゃああっちにも、間違えた、ごめん。落ち、待て、落ち、待て、落ち、待て、待て、落ち、待て。集合、危ねえ。落ちんじゃなくて、ピクミン投げて、もうやらせてる間に、なんか何個かあったから、これも全部回収してきてもらえばいいんじゃないの。これとか遠くから離れたらなんか、おー。ちょっと、待って、ある程度、適当に投げたら行ってくれんだろ、自分で。で、これみんなあれでしょ、各自捧げて、ピクミンバリフィールみたいな感じでしょ、うおー。すげえすげえ面白いこれ。気持ち悪、ほんで。そうなんだ。いや、可愛いけどな。可愛いけどなんか不気味なんだよな、すごいこいつら。なんか、表情がないっていうか、増えたね。怖っ。なんか無限に増えていく増殖系。え、増殖系エイリアンってこと？
ちょっと嫌かも。あ、待って。オッチごめん、オッチごめん。いつもごめん、オッチン。いつもごめん、本当に。オッチンには無理なのよ、それ。じゃあ、オッチン待て、オッチン待て。早く帰ってこい、帰ってこい。オッチン帰ってこい。よしよしよし、帰ってこさせて。ピクミン投げる。で、あっちもか。あ、オッチンでもいけたっぽいな、今の。なんか見ると。ピクミンだとワンパンでできるみたいな感じか。で、こいつら全員の力を集めると、あの上のね、なんか、バッグみたいなやつ。あれを回収できるんだろうな、きっと。頑張れ。これなんか他のメンバーでこれ運ぶの手伝わせたりとか、あ、できるじゃん。できんだ。これなんかマネジメントゲームか、もしかしてピクミンって。なあ。できんだ。なんか手伝わせるとか。なるほどね。上司になった気分だ。この軍団を俺が統率していかないといけないんだな。マネジメントゲームだ。面白い。非常に面白い。で、道もなければ、キラキラもあれ1個しかないっぽいんだよな、パッと見。そこら辺の花にはタレットじゃねえ、ペレットないもんな。ないな。じゃあ、あれ、あ、突進で落とすタイプか。了解。落ち行け。レッツゴー。ナイスー。落ち気をつけろ。なんか、ん？電子機器感すごくないこれ。おー、落ち気をつけろ、マジで。ゲームボーイだ。なんで？ゲームボーイじゃん。え？なんか、ん？ここ地球なん？もしかして。あ、やるくぺちゃんこになるとこだった。開いたね。カセット入ってないね。これでじゃあ、これ投げたらみんなで運んでくれるってこと？あ、いいね。で、それに、もうちょっと、あの、人数増やせば、みんなで、あの、簡単に、早く運べると。かわいい？ほいほいってる。すげえ。すごい、かわいい。かわいいやん。あ、急にかわいくなってきたな、こいつらこと。え、集合！お宝回収していく。ゲームボーイね。ゲーム、あ、すごっ！ 150 やん。キラキラエネルギー。さすが、電子機器。そらそうだよな。電子機器なんだから、なあ、キラキラエネルギーたくさん含有してるに決まってるよな。で、あの上のやつもか。なんかあれ、ゴングっぽいな。パッと見。ピカピカして、あー、自転車のサドル的な感じ？サドル違う、全然違う。違う。サドルじゃなくて、なんていうの？なんていうんですか？なんていうんでしょうか。自転車のペル。そう、ペルです。じゃ、これ、5人でいいところを、もっと投げれば、はい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 。ちょっと、急げみんな。邪魔だ、邪魔だお前ら。何してんだお前。帰ってこいよ。で、これで、あと2人投げる。はい。みんなで運んでね。あ、上限はあんのか。上限はあるっぽいな。なんかもう持てるとこないんだろうな、きっと。持ち手がねえってこと。おー。なんか赤軍団になってるな、こいつら。いいね。隊員も全員赤だし、オッチンの首輪も赤いし、ピクミンも赤いと。やったぜ、これで。溜まったんじゃね？ 300 キラキラエネルギー。あい、コピー！あい、コピー！あい、あい、コピー！あ、違うんですか？え、違うんですか？コリー隊長。あ、間違えた、ごめん。違う。コリー先輩。違うんですか？アイコピー。なんか、萎えるな。ピクミンってやらも従順で、救助犬のような働きをするようだな。確かにね。むしろ、まあ、オッチンも突撃とかね。あ？体当たりとかね。素晴らしい技を持ってるけど、なんか遠くに投げられるから、ピクミンの方が便利かもしれない。そういう面では。で、エネルギーを抽出していく。300エネルギーを燃料にする。どう抽出するんだろう。スクラップにするのかな。ギュ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 って絞るのかな。結構グロいことするな。夜空、きれい！きれい！なるほど。そこにドッキングすんのか？ああ、まあまあね。お宝からエネルギーを抽出して、シェパード号に流し込んでみます。お、え？いや、ああ、抽出してる。あ、抽出してる。そんな感じなんだ。その空中でいけんだ。キラキラエネルギーって、抽出。なんか管みたいなやつ通して、ね、抽出すんのかと思ったけど。やっぱ違うな。陣地超えてるわ、こいつら。おー、シェパード号にキラキラエネルギーが灯っていく。満たされていく。おー、すごい。すごい。ちゃんと動くやん。え、もうじゃあこの星とおさらばなのかな？シェパード号が動き出した。素晴らしいね。ぴったし300。
お宝から救出じゃない、抽出したキラキラエネルギーのおかげで、なんとかシェパード号を再起動できました。完璧にパンプキン、素晴らしいね。やっと動いたぞ。コリも、このスマイルよ。飛び立つにはまだエネルギーが足りませんが、そうなん？飛び立つわけではなくて、シェパード号に搭載されているレーダーによって隊員の捜索を行うってことか。つまり、よし、コリ、早速みんな探してくれ。そうだね。歩いていける範囲であればいいんだが、はいはい。このレーダーに対して救助反応が返ってきますみたいな感じかな。お、来た。救難信号がいくつかあります。おそらくはぐれた隊員たちとキャプテンオリマーのものだと思われます。そっか、オリマーも同じ星にいるのか。じゃあ簡単だな、あとは。うん。一刻も早くみんなを救助してやらねばな。そうだよな。獰猛な肉食獣たちがバッコしてる中に、ね、遭難したやつとか、大変だろうからな、きっと。生き残るだけでも。1日目のあ、すごい。出んだ、そんな。あ、日数とかあんだ。このゲーム。ちゃんと。まあ、夜になったしな。時間感覚あるんだな。うん。今回はコリーとシェパードを隊長じゃない。コリーとシェパードを救助しましたよと。素晴らしい。集めたキラキラエネルギー。姫の矛。進歩の原石。オーバーアラート。ネーミングセンスよ。あれ？勝手に名前が付けられてますね。確かにね。あ、つけたわけじゃないんだ、コリーが。進歩の原石とかも素晴らしいね。ビーグル号の AI に何でも命名してくれる機能をつけておいたんだ。めっちゃ有用じゃん、その機能。有能かよ、シェパード。素晴らしいな。一番有能かもしれない、こいつが。やべ、読んでなかった。ごめん。隊長って新しいもの好きなんだよな。あ、素晴らしいね。うん。やっぱ上の人間がそういうね、新しいものをどんどん取り入れていくっていう姿勢があればね。はあ、その、なんだろう。システムじゃなくて、集団か。多分ね、解放に、いい方に向かいますよ、きっと。いいね、ゲームボーイは進歩の原石と、うん、表現するあたり、憎いね、ニンテンドー。いいね、楽しい。シェパード号から煙が出てた時は、どうなることかと思っていたが、そうだよな、本当に。コリーのおかげじゃない？マジで。マジで、SSR じゃない？一番最初に救助する仲間としては。なあ、野宿はもうコリゴリですよ。久々にまともな食事ができました。あ、やっぱりシェパード号の中に備蓄があんだな。おお、素晴らしいね。豊富にあるんだったら、まあ、絶望的ではないな。この、遭難生活も。ひど。シェパードひど。それ以上大きくなったら、顔がヘルメットに収まらなくなってしまうぞ。なんてこと言うん、そんなわけないでしょ。そうっすよ、隊長。ね、俺とおっちんも、そうだね、明日からの捜索に備えて、くれと食べておいてくれ。ありがとう、隊長。やっぱりこういうところはちゃんとこいつ隊長の素質あるな。なんか勇気はないけど。寝る前にミッションリストを見返しておくように。了解です。ミッション、メインミッション、レスキュー隊を救助せよ。うん。これはあれか。え？もうクリアしたやつだな、これ。きっと。で、これもか。はいはい。クリアしたメインミッションがどんどん溜まっていきますよと。メインミッションって書いてあるくらいだから、サブミッションとかもあんのかな？きっと。あ、ピン止めに気づきました？気づきましたよ。はいはい。ミッションを選んで、まあ、多分ね、ピン止めして、なんか今の向かうべきところとか、そういうのを教えてくれるわけでしょ？いいね、いいね。その進み具合を知りたいなら、ミッションをピン止めするといいですよ。ありがとうございます。いいね。遊びやすくなってる、非常に。何、コリーは、ぽっちゃりキャラなの？君は。だとしたら、ガタイ的にはな、俺と同じだから、俺も結構ぽっちゃりキャラなのかもしれねえな。来た、来た、来た、探索2日目。